はどの馬でしょうか。 AM オペラ王前に行きそうです。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはダイワスカーレット、グラスワンダー、そのうちに続いています。内からはゼンノロブロイ、赤の帽子、 AM オペラ王、その後ろ、これに続いて前のトップガン、その外からハーツクライ、ピンクの帽子、ゴールドシップ、その後ろ。第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。さあこの辺りで各馬正面スタンド前を通過しています。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはダイワスカーレット、そして大きく離れてマツリダゴッホ、この位置です。並んで5番、 AM オペラ王、グラスワンダー、この馬もこのグループ。すぐ後ろにゼンノロブロイ、並んで1番、前のトップガン。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。先頭から最後方までおよそ20馬身、これは縦長の展開です。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはダイワスカーレット、そして大きく離れて AM オペラ王、この位置です。すぐ後ろにマツリダゴッホ、さらにはグラスワンダー、その隣にサクラローレル、その外からゴールドシップ、その後ろにゼンノロブロイ、その隣にシルクジャスティス。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。先頭は依然としてダイワスカーレット、2番手は AM オペラ王、マツリダゴッホ、3番手前のトップガン、これはいい位置につけています。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はダイワスカーレット、 AM オペラ王、続いています。その隣からはマツリダゴッホ、ダイワスカーレット先頭、差はほとんどありません。残り 200m、 AM オペラ王伸びてきた。残り 100m、 AM オペラ王粘る、ディープインパクト、大外から一気にオルフェーブル、ディープインパクト、ディープインパクト、1着、2着にはどうやらオルフェーブル、ディープインパクト、見事このレースを制しました。